カジガの炙りは、三重県大瀬市カジカ町で生産される、小型の魚類を燻製にした、保存食、および、これを販売する際の商品名。毎年4月から6月にかけて生産する。元来は、地域住民が消費するために生産してきたが、2010年以降、本格的に特産品として商品化を進め、地域おこし協力隊の力を借りながら加速化の進む。 カジカチョウを活性化するための起爆剤として利用されている。地元で水揚げされたばかりの小さな魚から内臓と頭を取り去り、真水で洗った後に塩を振りかけ、20分ほど置いてから、もう一度洗ってから竹串を打つ。竹串の長さは30から40センチメートルで、1本あたり12匹の魚を串打ちし、1日に40から70本分作る。 カジガの炙りに使う魚は、サバが中心であるが、サバの水揚げがなくなるとアジ、イサキ、カツオと変わっていく。串打ちした魚をコンロの上に乗せ、桜や菓子を燃やして発生させた煙で長時間いぶす、ことで完成する。いぶす時間は1時間ほどで、半ば外のような作業場で加工される。大きな魚を使うといぶすのに2時間を要する。 いぶすときに小さな魚が焦げないように火加減を見ながら調理する。元は市場に流通させることのできない小さな魚を冷蔵庫がない時代に時給用に保存するために作り始めたものであり、少なくとも大正時代には存在したとされる。カジカ町ではどの漁師の家庭でも作られていたが、周辺地域も漁村でありながら魚の燻製を生産していたのはカジカ町だけであった。 2006年時点では、すでに3件の魚家が、日本全国からの注文を受けて、カジガの炙りを生産していた。しかし販売を行う魚家は減少していき、2010年には1件、のみとなった。カジガ町を訪れた町外の人から、カジガの炙りを商品化してみてはどうかという提案を受けて、2009年1月にカジガ婦人会が、町外の人にもカジガの炙りを食べてもらおうと、 ハラソ祭りの会場で販売したのが商品化のケーキとなった。販売前には、こんな小魚が売れるかと否定的な味方の住民もいたが、それとは裏腹に用意した分はすぐに完売した。この成功を機に、カジガの炙りの商品展開を加速させた。まず、日本国の助成金を獲得し、真空パック加工ができる機械を購入。 地元住民が生産したカジガの炙りをパック詰めして、夢小道を合わせで試験販売を開始した。試験販売初年度である2010年度のカジガの炙りの売り上げは約274万円であった。カジガの炙り作りが事業化するにつれて、それまで無料で入手できた原料の小さな魚に市場で値がつくようになり、魚価の低迷にあえぐ地域にとって希望を与えることになった。 また、家事課町の女性にとっては、出荷作業などで収入が得られるようになり、雇用創出効果も生まれた。2012年4月27日には、FM30 で紹介され、夢、輝きのあが家事課町を訪れて、インタビューを行った。同年から、真空パックのラベルが変更され、桜でいぶしたものは赤色、菓子でいぶしたものは、茶色のラベルが貼られるようになり、 区別できるようになった。また、カジガ夫人会長が中心となって、カジガ町おこしの会が同年に結成された。賞味期限は、真空パック詰めされたもので、冷蔵保存なら1ヶ月、冷凍保存なら1年となった。新商品のブリの炙りこうした住民の取り組みに対し、オ瀬市では、市の特産品として、カジガの炙りを紹介するようになり、オ瀬市の特産品を、 年4回発送する、おあせ丸ごとやあや瓶に詰める商品の一つに、カジガのアブリを加えるとともに、販路拡大に向けて2016年春に着任する、地域おこし協力隊を募集した。ここで協力隊員が、男女1名ずつ採用され、女性協力隊員の尽力によって、津市や伊勢市の土産物店、東京の築地や日本橋でも新規取引が実現し、男性協力隊員によって、 カジガの炙りの商品パッケージのデザインが一新された。特に女性協力隊員は、これまで原価計算が曖昧で仕入れ、生産量が不安定であることを問題視し、生産安定のために養殖ぶりを使った商品を主軸とし、コンロを増設することで、通年生産を可能とした。さらに真空パックを改良し冷蔵する必要のない、常温保存可能商品や、 一人で消費できるように少量の商品も開発した。2016年秋に男性協力隊員が築80年の空き家を発見し、これを改装して網元の家を開業した。同店はカジガのアブリを販売するだけでなく、定食も出すとともに地域の交流拠点としても機能するようになった。毎週金曜日と土曜日に開店し、開店の際には 網元の家に利用している古民家の家主が保管していた大量器を男性協力隊員が仕立てたブリの堀にして店頭に掲げる。特に男性協力隊員が考案した炙り釜飯は客からの評価が高く、津市や名古屋市といった遠方からも人が訪れるようになった。こうした協力隊員の活動により2016年度の 売上高は681万円まで伸長した。なおこれらの一連の活動は、中小企業基盤整備機構、三重県、三重県内の金融機関の3社による基金の運用益を元手とする、三重地域コミュニティ応援ファンド助成金から補助を得ている。2017年5月、カジガの炙りの販売を行う会社として、株式会社カジカコーポレーションが、 女性協力隊員や婦人会長ら5人を中心に設立された。これまでカジガの炙りの販売を行っていたのは任意団体であったため、百貨店などとは取引が難しかったが、株式会社化したことで、さらなる販路を拡大する意図がある。また特定非営利活動法人とすると、町おこしに引っ張られる器具があったことから、カジガの炙りを販売して、 しっかりと利益を上げ、地域に還元できるよう、株式会社の形を採用した。同社は、網元の家を拠点として、資本金400万円で創業し、株主は地域に居住しているものに限定した。町外に居住するカジカ町出身者やカジガの炙りの、購入者は株主になることはできないが、カジガサポーターとして一口1万円を寄付し、 カジカ町の写真集などがもらえる制度が用意された。同社に正社員はなくパートタイマーが中心であるが将来的に事業が軌道に乗った時に事務員を雇用する計画がある。燻製になっているのでそのまま食べることができる。ビールとの相性も良くおつまみとして食される。生産地であるカジカ町ではサラダやお茶漬けにして食べることもある。網元の家では 炙り釜飯も供される。ありがとうございます。